アンドレザ・ジャイアント・パンダは日本で活動しているプロレスラー。リングネームは往年の名レスラー、アンドレザ・ジャイアントにちなむ。なお、アンドレザ・ジャイアント・パンダは5表記。その名の通り、ジャイアント・パンダだが生まれて、すぐに1ヶ月で1年分成長してしまう病気である極魔症を発症したという。そのため、食欲も旺盛で小さい頃から、 通常のパンダの三等分を食べることから、両親に捨てられて、中国パンダ界ではいじめられていた。森の中で死にかけていたところを、北海道根室市の水産加工会社で、実習経験のある中国人の王さんに拾われるが、極端な体育真似故郷不詳にかかっており、しばらくは引きこもり生活が続いた。王さんが水産加工会社で世話になった新根室プロレスの会長である、 サムソン宮本に連絡したところ興味を示して来日。2017年7月30日、新ネムロプロレス。別海町プラと、前田目的広場大会の対ハルクホーマン戦でデビュー。デビュー直後から、その巨体が話題となる。10月4日、第日本プロレス釧路西雲大体育館大会に参戦。11月17日、第日本プロレス。 上野恩師公演野外ステージ大会に参戦。2018年1月18日、プロレス大賞の受賞式に特別ゲストとして登場。3月1日、彼女のティンティンが男児を出産して一児の父親になった。11月、インタビューを受けた際にもっと有名になって WWE で試合をしたい。そして両親に再会したいんだと語っている。7月7日、 九州プロレス、福岡国際センター大会に参戦。10月21日、DDT プロレスリング両国国技館大会に参戦。2019年2月16日、DDT プロレスリング両国国技館大会、マッスルマニア2019イン両国俺たちの、セカンドキャリアに参戦して、純烈新メンバーオーディション2019、時間差バトルロイヤルに優勝。 順列の新メンバーとなるが不倫スキャンダルが発覚して即日脱退。3月26日、西口プロレス工楽園ホール大会に参戦。5月19日、根室警察署の1日署長に就任。また、妻のティンティンは1日副署長。長男のラジャパンダは1日交通課長に就任。6月9日、愛媛プロレス、松山市総合コミュニティセンター。 企画展示ホール大会に参戦。10月13日、新ネムロプロレス新規場大会参戦。12月31日をもって新ネムロプロレスが解散。2020年9月11日、新ネムロプロレス代表であり、育ての親であったサムソン宮本が死去。2021年9月11日、サムソン宮本メモリアル一周期に参戦。 9月26日、愛媛プロレスに参戦。この時は、所属なしのフリーで参戦している。ありがとうございます。